大家好、台湾レモンの萌えです。今日は中国語勉強で一番大事な発音について紹介していきたいと思います。でも皆さん思いません？中国語の発音ってなんか難しそうなんだよなとか、発音発音って言うけどどういう種類があるんやろうとか、今日はそこ教えていきたいと思います。中国語の発音なんですけれども、声調と母音、そして子音という風に分かれていきます。じゃあ声調っていうのは何だろうってことなんですけど、この声調はですね、日本語で言うとイントネーションと同じ意味になっていきます。日本語でも漢字、ひらがなで書いた漢字、これをですよ、漢字っていう風に読むと、これってひらがな漢字の漢字になっていきます。じゃあそれを漢字漢字っていう風に読むと、これって何かを仕切っていく漢字になっていきますよね。こういう風に中国語にもこのイントネーションがある、これが声調という風に言われるものです。そして中国語ではこの声調が本当に大事になっていきます。もう音が変わると意味が全く違ってくるんです。一つ例をお見せしますね。我很喜欢熊猫，我很喜欢熊猫。二つ目，我很喜欢熊猫，我很喜欢熊猫。これ反応の違い見ていきましょう。我很喜欢熊猫，熊猫很可爱。二つ目，我很喜欢熊猫，熊猫。こういう違いになっていきます。なんでかっていうと、一つ目。我很喜欢熊猫，私はパンダが好きです。二つ目，我很喜欢熊猫，私ムラギが好きです、っていう風になるんですね。これって同じピンイン、同じように書かれてるんです。だけどこれ姿勢が違うんですね。一つ目の方は熊猫、熊猫、だけど二つ目は熊猫、熊猫。今ここにローマ字が書かれてるんですけど、それは同じなんです。だけど姿勢が変わってくる、成長が変わってくる、これだけで意味が全く変わってくるんですね。だって嫌じゃないですか、パンダ好きって言いたかったのに胸毛好きって言っちゃったって、めちゃめちゃ嫌ですよね。ということで、この中国語において成長本当に大事になってきます。なので今日一緒にこの成長勉強していきましょう。では開始吧。この動画見てるときは必ず声に出していきましょう。声に出していきますよ。はい、中国語の声調4つあります。この4つまず見ていきましょう。これですね、考えるときにぜひ五線譜を頭に覚えかめてほしいです。まず最初全部ちょっとお見せしますね。中国語4つの声調言っていきたいと思います。全部 MA でいきます。ま、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 この4つになっていきます。じゃあ一つ一つ見ていきましょう。まず第一声から。第一声、まっすぐ伸ばしていきます。これ五線譜の中で言うと一番高いところをまっすぐいきます。まー、これどういうことを思い浮かべてほしいかって、電話切れたらぷーぷーって言いますよね。これです。ぷーぷー、まーまーってなっていきます。なのでこのま、第一声言うときはまっすぐ、まっすぐ一定の音でまっすぐ言っていきます。一定の音、まーまー。じゃあ第二声いきましょう。第二声、第二声なんですけど、これは五線譜で言うと真ん中から上に上がっていく、まーまー、これどういうことを思い浮かべてほしいかって、ちょっと踊れたとき、これってって言うじゃないですか。このと同じまーまーという風になっていきます。まー
これが第二声です。じゃあもう一回第一声から第二声いきますよ。まー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 、はい、じゃあ次第三声いきましょう。第三声まーまー、というふうになっていきます。これですね、第3声なんですけれども、よくこうアプリとかこう見たことある人はですね、第3声の音まあまあっていうふうによく言われています。だけど今私が発音したのはまあまあ、はい、じゃあここなんですけれども、これ中国ではしっかり上げていきます。まあまあ、だけど台湾上げていきません。例えばこんにちはっていうニーハオ、ここもなんですけども、台湾ではニーハオハオっていう風に上げずに、ニーハオニーハオ、このハオうで終わっていきます。じゃあこの3声どういう風に言ったらいいかっていうと、五線譜の中ではもう一番低いところいく感じです。一番低いところ、まああ本当に低いのを出していく。まあまあ、感心した時皆さんなんて言います？へえへえ、言いますよね。これです。へえー、この音、この音をしてほしい。まあで、そのまああの部分を抜いていきます。まあまあ、もうとことん低く、もうかすり声になるぐらいまで低くいっていきます。まあまあ、これが第三声です。一声からいきます。まあまあまあ、じゃあ次いきます。第四声。第四声は一番高い、五線譜の中で一番高いところから一番低いところまで一気に下がっていく。まあまあ、うん、これどういうことをイメージしてほしいか。カラス、カーカー、鳴きますよね。これです。鋭く下に降りていきます。まあまあ、うん、これですね、よく若干こうしなやかな4声というか、まあまあみたいな人が多いんですけど、これはしっかり下ろしていく。まあまあ、第1声から第4声まで言っていきます。まあ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 、はい、じゃあ皆さんぜひ口に出してください。もう一回いきますよ。まあ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 、どうだったでしょうか。これが声調という風になっていきます。これなんですけど、一番最初、一番最初はもう大げさで大丈夫です。これが慣れてきたら、そこからちょっと自然に言えるような練習をしていけばいいので、一番最初はもうとりあえず大げさに大げさに、この音を頭に落とし込むようにやっていってください。そして必ずです、ぜひ声に出してやっていってください。で、もしよければ自分の音を取ってほしいんですね。録音して今私が発音してる音と比べてみてほしい。自分の音聞くのはちょっと恥ずかしいですけど大事です。もう本当に大事。自分思ってるつもりで言ってても全然違ったっていうことよくあります。私もありました。なのでぜひ撮っていきましょう。撮って音を聞き比べる、それで、あ、自分ができてないところが分かっていく。ということで最後にもう一回いきますよ。まあ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 、できましたかね。ということで、今日は中国語の発音でまず一番大事な声調についてお話ししていきました。この声調本当に大事なので、もういっぱい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 練習してみてください。今さっき説明した声調、母音、子音っていうのが中国語の発音ですよ。その中の母音と子音も紹介しているので、そちらも見てみてください。今日も見てくれてありがとうございました。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ということで終わっていきましょう。谢谢大家、バイバーイ。